皆さん。こんにちは。mbs アマンサーの玉巻恵美と。気象予報士の広瀬俊です。はい、この時間はお天気に関する疑問質問に答えていきます。はい、玉巻さん、雪の便りが入ってきましたよ。はい もそんな季節なんですねそうなんです4日なんですけど伊吹山の初関節が観測されました変、はい、わってこちら兵庫県の兵の線も雪化粧してますね、うん、こちらも初関節、まあ、中腹ぐらい山の中腹は紅葉がまだまだ見ごろなんだけど上は雪もう秋と冬が、ね、同時に来てると <laughs> ねそのグラデーション楽しむっていう いいよね。今だけですよね。それが楽しいのはね。そうですね。まあ山だからいろんなものが楽しめる時期なんですけども、やっぱり紅葉の秋。今これからが紅葉の季節です。はい。綺麗な紅葉見てますか？最近。でも都心部もちょっとずつ黄色くなってきたなっていうところですね。はい。まあ紅葉が進んでるんですけども、先週の土曜日僕も行ってきたんです。写真撮ってきました。いやどちらに。 はい、あ、あこんなの出たト。今まで公用トコーナー。<laughs> ちょっとハードルがすごく上がっちゃったんですけど。引き上げられてますけど。はい、あの <laughs> 出さなくてもいいかしら。いい <laughs> はい、あのじゃあお願いします。はい、奈良県のなめご谷に行ってきたんですよ。綺麗ですね。綺麗でしょう。お写真上手。ありがとうございます。あのはい、いろいろ。 ね取って一人で行ってるから、ね、楽しんでますねはいあの,、はい、あのこちらなめこ谷なんです上北山村っていうところ、はい、本当大阪から車で二時間半<ー>あの僕はもう車借りて運転して道間違えて大変な思いしたんですけども、ね、これを見られたんです <laughs> いや素敵、はい、でも一風変わってませんかいや本当になんかこう、うん、尾根の部分だけ黄色く色づいていて なんかね尾根のところ本当に動物みたいで<ー>今にも動き出しそうな関西で一番かっこいい紅葉の名所っと僕ここじゃないかなと思うんですけどなな<え>、はい、なんんんででこんなことになるんですか実は訳があるんですよ。えー、っていうのももともとはこの紅葉の木あの落葉樹が全体に広がってたんですけど、はい、ここはあの あれでですす林業が盛んんなな場所だから針葉樹が植えられたんですけども、はい、まあ尾根のとこだけこの落葉樹が広、まあ、葉樹が残されたんですね。うん、っていうのも針葉樹っていうのは油がたっぷり含まれているので、うん、なんか山火事が起きちゃった場合というのは燃え広がっちゃう危険があるんですって<ー>だからその山火事が拡大しないようにこういうふうに残されてきた。 こう,うやって囲ってる形になってる、はいまあ、少しでも影響を、まあ、最小限しようと、はい、あともう一つ言われているのが僕もあの実家あの超田舎なんで山持ってるんですけど誰がど,のどこをあの持ってるのかというですだからこの尾根のところに残してこれが目印な境界線にして、はあ、誰々さんの山なんだよ ここは誰々さんの山なんだよって言うのを目で見てわかるように。確かにこれしたら一目瞭然です、ねうん。ですよね。そういった先人の皆さんの知恵っていうのが、この綺麗な景色につながっているという。賢い。賢いですね。んかこうやっぱり理由があるわけですね。ね、うん、理由があるんです。本当にあの自然のまま作り出された景色じゃなくて、人が手を加えることによって、より綺麗になった名所という。 秋にはそれがしっかりとよくわかるということ。ですねそうですね。まあ、街中よりも標高高いので、はい、早めにこう見頃を迎える場所ということなんです。うん、で、こちらなんですけども、まあ、あの山桜ですとか、小奈ら水ならの木がメインということで。いろはかえで、いろはもみじではないということなんですね。<ー>まあ、いろんな種類の紅葉があるって言うのが。 これはちなみにこれ桜山桜じゃないかなと思うんですけど赤いですよね。はい。まあその辺ねどうやってこう葉って進むのか先週も説明前田君からあったと思いますけど。前田さんに教えてもらいました。覚えてますか。あの冬に向かう準備みたいな感じですかね。簡単に言うとそうだぞ。ということもう一回だけ詳しく教えてもらっていいですか。ちょっと簡単にその色づきのメカニズムっていうのを解説しますね。はい。まあイラストを振り返りましょう。はい。 はいまあ本当に木からしたら葉っぱが落ちるというところがゴールですその途中のものを紅葉として私たち目で見てるということなんですけど、まあ、冬になると、まあ、葉っぱで光合成して栄養というのはなかなか作り出せない、はいうん、あとはやっぱり寒くなってあの水もすごい乾いちゃうから、うん、まあ葉っぱは洋なしですよというので落とされちゃうんですね。はい、でそのののの時に葉っぱとと幹の間っていいうう養分の通り道っていうのはストーンと、うんあの 遮断されちゃうんです理想というのはできるんですねでもともと葉っぱっていうのは緑の色素あの葉緑体、はい、クロロフィールっていうのと黄色の色素あのカロ,カロテノイドっていうのが2つあるんですけど、えー、<laughs> 緑が強いから緑色に見えるんですね、えー、ただ理想ができることでどんどん緑色の方が解体されちゃうんです分解されちゃう、うんえー、だからどん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 黄色の方が目立つようになって黄色く見えるっていうのが一種類一つ、うん ただし、日光を浴びることであの化学反応が起きる種類もあるんですよ、はいまあ、アントシアニンという物質ができてどん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 赤くなるっていう木もあるんですね、うん、これが、まあ、イロハカエデ、イロハモミジの木がこのパターンになるということです。 でもここ最近、本当に日指し強くて一気に紅葉進みそうな感じ進んでいると思い進みそうな感じ、えー、で朝晩の寒暖差というのは大きいからより進みそうな感じ、うん、期待できそう、うんはいまあ、いろんな種類の紅葉があるということなので、はい、いろんな木の、ね、紅葉というのも見てみましょうか。うん 紅葉巡り？<laughs> はい、ぼ素敵ですね。僕はナメコダニの写真を紹介しましたけれども、いろんなとこから写真もらいましたよ。あ、嬉しい。はい、ご覧ください。皆さんありがとうございます。これは奈良公園の方からもらった木なんですけど、これですね。何色だ？うん、赤色。ね、しっかりと赤になってる木。鮮やか。モミジじゃなくて、南京ハゼっていう種類の。 木なんですね結構モミジよりも早く色づきが進む木なんですうん、うん、結構奈良公園まあ奈良周辺この南京ハゼ多いですし、うん、大阪でも街路樹で見ることあるんじゃないかなと思いますんこんなに周り緑なのに、うん、やっぱちょっと早いから早いから目立ちますよね目立つ子ですね目立つ子いいなんかね美味しいね最初目立つ。<laughs> 確かにね <laughs> はいで鹿 わあ、なんて素敵な五重の塔があるかないい写真なんか本当に奈良らしい綺麗な風情を感じられますね、はあうん、はいまあ南京風見てもらいました、はい、次長谷寺さんです素敵なお寺なんですけどもこれまた鮮やかですね、はい、すごいなこれ花水木の葉っぱなんですよ、えー、あの曲にもあるね,<え>ね。お花も綺麗なんだけどこんな綺麗に色づくんですね、うん、鮮やかに 赤く色づきます、はい、まあこれも,もみじと比べたら早めに色づくんですよねで結構大阪市内もこの花水木の木がすごく街路樹あるのでうん、うん、周り見てください、はいね、ちょっと通勤の時にあんまりこうしっかり見ることないというかき、うん、綺麗ですけどね、うん、こうやって近寄ることないんで、はい、花水木は結構寄ってみるとすごく鮮やかで綺麗ね、はい、光も通すし透明感ありますよねであとは この木も紅葉するんです。はい、桜え、桜桜の紅葉見てました。見てない。もう桜はお花のイメージでした。はい、葉っぱも見てあげて。ええー、黄色になってる <laughs>、ね。黄色だとか、結構日当たりがいい場所では。オレンジ、鮮やかなオレンジになるので、<ー>桜は、あの、本当に。 もうあの花水木と一緒で寄って近づいてみるとすごくこの色の鮮やかさを楽しめる木なんですね。あの桜もあのモミジより早いので、街中まだモミジがこう紅葉進んでなくても桜だとか花水木見てあげると紅葉を楽しめますね。うん、覚えとこう。はい。あとははいこちらちょっと黄色っぽい葉っぱですね。木蓮。木蓮木蓮の花ちょっと大きめのねここ上にこう。 つぼみも大きくてっていう、ね、あの木蓮も綺麗に紅葉応用するということですね黄色に、うんね、長谷寺さんです長谷寺すごいですね一箇所にいろんな種類が楽しめる、はい、お花がすごく多い素敵なお寺なんですよ、うん、本当にあの春初夏の時っていうのはいろんなお花が 見られるので、行ってみてください。行きたくなりました。で、あと、今行くと、いろんな紅葉も楽しめるっていうことですね。はい、あとは。滋賀県。わ。これまたすごい。メタセコイヤナギです。これは赤ですね。はい。メタセコイヤナギ、すごく有名なので。毎シーズン、多くの方が写真を撮り、いらっしゃ、あ、来ます。 もみじ、うん、っていうのは大体最適は8度が目安で色づき進んでいくんですけど、まあ、いろんな木によって、まあ、木によっては色づきのちょっと基準が違うっていうことですね。はい、なんかちょっと西洋というかねそんな感じがしますねちょっと今海外の、ね、旅行行けないからヨーロッパ気分が味わえるっていうの、はい、いいところですね。はい なんか旅行気分になりましたねいやなんか写真だけでもこんなに楽しいと思うんですね,ね本当に <laughs> 皆さんありがとうございます、はい、お写真いただきましてでこの紅葉なんですけども、はい、とあの年々時期っていうのは変わってきてるんですよ<え>はい。そうなんですか、はい、少しお天気的な話をがついとしますけども、はい、れはい。あの気象台で楓の観測をしてるんですね紅葉の観測をしています1980年代 まあ平年値って平均値とってるんですけども、京都が12月2日、奈良が11月11日に観測だったのが、ここ10年の間見ますと、はい、はい、それぞれ遅くなっているんですよ。えー、比較すると京都は7日、奈良は14日、2週間も遅くなっているんですね。ずいぶんとズレが出てる、はい。まあなんでこんなに遅くなっているかっていうのは、うん、やっぱり。 地球温暖化で気温が上がっていること。あと都市化も影響して冷え込みがなかなかこう進まないことが。紅葉にこう影響してるんじゃないかなと言われています。で、もしも温暖化がこれから進むとどうなると思いますか。温暖化が進むと、うん、紅葉のシーズンが遅れて。うんうん、なんか色づきも悪くなりそう。なんか、<laughs> そう、やっぱり冷え込みが強いから鮮やかに色づくんで。はい、冷え込みが弱いってことはだらだら。 が進む<ー>遅くなって、まあ、全体が一気にっていうことはなくなるかもしれないですね、まあ、ただいい方を言うと長い期間楽しめるっていう可能性はありますよねじゃあ今年はそうですよ気になるのは今年、はい、今年のポイントなんですけどもはい。鮮やかに色づき 鮮やかになるんじゃないかなと見ています。あ、本当ですか。はい、嬉しいそれは。やっぱりここ最近ね、こう肌寒くなってるじゃん。なんかもう一気に来たなって感じがします、うん。一気に冷え込みが来たから一気に紅葉がこう色づき始めていくんじゃないかな、うん、と思うんですよね。だから去年一昨年よりもちょっと早くて綺麗かなって思うんですよ。うはい。もう見頃迎えてるところもちらほらたくさんあります。<あ>はい。最後にちょっと見頃情報見てみましょう。はい。はい あの六甲鉱山植物園、はい、あと京都の神護寺。高野山、まあ奈良湖、奈良湖、奈良湖バレーっ言うういうの、いいです奈良湖、良公園あと琵琶湖バレー、標高がやっぱり高かったり、内陸のところが今見ごろという。ことですね。はい、ただ万博記念公園平地ですけども、色づき始めています。う大阪府内でも、まあ内陸だったり、山沿いの地域はモミジの木も色づき始めているんですね。うん 玉巻さんは紅葉どんはどな状態が一番好きですかやっぱりこういろんな色見たいので、うん、黄色とかオレンジとか赤とか、うん、そういうグラデーションが見たいかな。いいよねもちろんピークの時も綺麗なんだけど、えー、その移り変わる姿っていうのもう、ね、まあ年によって違うし場所によっても色付き方って違うからうん,、うん、なんか本当に風情がありますよね。はい ね、本当に冷え込みで体調を崩さないようにだけ注意をして、うん、あの紅葉の秋っていうのを楽しみたいですね。いつぐらいまで楽しめそうですか？えっ、ー、と僕としては、十一月いっぱいは全体としては楽しめるんじゃないかなと思います。うん、やっぱり標高高いところは今だけど低いところっていうのはこれからなので11、十一月十一月中は楽しめるよ。 なるほど、はい、<laughs> ということでもしね紅葉、はい、の素敵な写真、まあ、うん、紅葉の写真撮れたら。こちらまでお寄せいただけたら嬉しいです。はい、いろいろ送ってください,、はい。はい、お待ちしています。今日も聞いていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。